シュプレーバルトに、典型的なシュプレーバルトコブネベダルーと、カヤックホーホバルトの運河、ブルク付近のシュプレーバルトシュプレーバルトでの積み上げた、星草、ストックとも言われるシュプレーバルトは、ドイツ、ブランデンブルク州の南東に広がる低地、また歴史的な文化的景観である。自然に枝分かれするシュプレー川の流れが、主な特徴となっており、これは、複数の運河によってさらに広がりを見せている。 ンハ原、また、データン地としての景観は、自然保護の面でもドイツ全国で重要であり、また生物圏保護区として保護されている。文化的景観としてのシュプレーバルトを特徴づけるのが、ソルブ人である。この地域は、ブランデンブルク州で最も有名で人気のある観光地の一つである。シュプレーバルトの地図ブランデンブルク州でのシュプレーバルトの1。 レーデにある昔ながらのシュプレーバルトの家、シュプレーバルトよりご挨拶。絵はがき、1899年シュプレーバルトは、シュプレーナイセ軍、ダーメイコールシュプレーバルト軍、オーバーシュプレーバルトラウジッツ軍に広がっている。シュプレーバルトは、南部では範囲の広いオーバーシュプレーバルト、北部では範囲の小さなウンターシュプレーバルトに分かれる。これら二つの景観をくぐり、 シュプレー川は都市、リュッペン内の短い区間で合流する。シュプレーバルトの運がシュプレーバルトの南側の境界をなすのがラウジッツァー・グレンツバルである。シュプレーバルトからさらに南側にある主に標高の高い部分までは、その変化はなだらかなものにとどまる。北部では乾燥したリーベローザーハイレーと至る部分が景観が目に見えて変化する境界となっている。 オーバーシュプレーバルトの東西の境界は、やや不明瞭であるが、バールート・ハとウダニが続いているためである。現在、東側では、コトブスノルトロ天候が人口の境界となっている。ウンターシュプレーバルトは、西部では、クラウスニッカーベルゲが、東部では、マリーエンベルクが目に見える景観の境界となっている。規模が小さなウンターシュプレーバルトは、オーバーシュプレーバルトとは異なり、 低地をすべて埋め尽くすには至らず、西部のみとなっている。一般にシュプレーバルト北側の境界とみなされているのがノイエンドルファー勢である。しかし川の分岐は数キロメートル東に進んだところになって終わり、ここでシュプレー川の本流にプレチェナーシュプレー川が合流する。現在の景観はブランデンブルク州全域と同じく、現在の氷河時代に形成された。 南側に続くラウジッツァー・グレンツバルの高い部分を形成したのは直近から2番目の氷の前進、火薬ザーレコンプレックスである。シュプレーバルト、また北方に続く地域は、この直後のバイクセル表記に形成されている。そのためシュプレーバルトは、火薬シンモレーン地域の最南端に属している。ウンター・シュプレーバルトが完全に直近の氷床で、完全に覆われている間、 オーバーシュプレーバルトの氷が南方に最大の広がりを見せた。しかしながら、この前身の影響はわずかであったため、表面上に目に見える痕跡はない。北側のリーベローザーハイでクラウスニッカーベルゲになって、初めてターミナルモーレーン、外縁体積源とともに火薬、氷河シリーズの典型的要素が見られるようになる。オーバーシュプレーバルト自体は全域が バールーと原竜谷内にある。このハラリ原竜谷は内陸の氷が溶けた水を西に放出した。これに対してウンターシュプレーバルトは火薬中間ハラリ原竜谷内にあり、バールーと原竜谷がトール水を北に放出した時に成立した。その原因は連続するターミナルモレーンの空撃後輩地の低さにあると考えられている。リュ国と北に続く渓谷はいずれも 大量の砂からできている。ライペ付近にのみ、ザーアレ表記に由来する島のような表歴度がある。原ダ谷に位置しているため、シュプレーバルトの景観は極端に平坦であり、ほぼテーブル状である。内陸砂丘は、トール水が枯渇した後に吹き飛ばされた砂によるもので、ある。いくつかの、こういった砂丘のみが、特に、リュッペント、 ウンターシュプレーバルトで起伏となっている。やや高く、従って、モレーンが形成されていない地域は、カウペと呼ばれている。シュプレー川はやや小さな河川だが、現在では、広い低地を通って流れている。しかしこの低地は、シュプレー川ではなく、原流谷の遥かに大きな通る水が作り出したもので、ある。そのため、高低差は極端に小さい。 コトブスとノイエンドルファーゼーの間は、距離は 70km だが、高低差はわずか 15m である。氷河期後の時代に、シュプレイ川は当初は蛇行して流れ、現在のシュプレイバルト地域を流れるような分岐する川ではなかった。特徴的な分岐する稼働は、専門用語では、猛状稼働と呼ばれるが、この形成によって、初めて現在の景観が生まれたのである。 これに伴いで探知が拡大し、またシュプレーバルトでクロックと呼ばれる中積ロームが形成された。しかし、枝分かれする河川についての厳密な原因や、その成立年代は今なお十分に解明されていない。シュプレーバルトの大部分は、豊富な地下水の影響を受けた土地、小宅土壌からなる。幾分高く、洪水の届かないところでは、ぐらいが特に見られ、多くは、 褐色土壌への変化の土壌にある。シュプレーバルトの東部には、洪水の影響を受ける平地があり、ここではベガが加工されているが、その大部分は、グライ土壌に変化する土壌にある。これよりも低いが、まだデータン地となっていない平地では、アデータン、グライデータン、グライが見られる。特にオーバーシュプレーバルトの西部、またウンターシュプレーバルトでは、データン地、ここでは、 小宅地が広がっている。ここでは広い区間にわたり、前述のぐらい土壌とベガ土壌が互いに食い込む形で分布している。シュプレーバルトのデータン地はほぼ全域で地下水位の低下による土壌化が進んでいる。シュプレーバルトはブランデンブルク州全域と同じく西ヨーロッパの海洋性気候が東ヨーロッパの大陸性気候に変わる地域に位置する。シュプレーバルトは 北部と南部の周辺地域に対して低い位置にあり、そのため気候の特徴は低地に典型的なもので特に放射冷却として現れる。リュッペナウの観測所では最も寒い月は1月で平均気温は低く、摂氏0.7度、最も暑い月は7月でおよそ摂氏18.2度である。年平均気温はおよそ摂氏8.5度である。低地に位置することから 霜の影響を受けやすく、放射冷却時には、冷気が滞留することがある。そのためシュプレーバルトでは、周辺地域に比べて、霧が発生することが非常に多い。シュプレーバルトの都市平均降水量は、ほとんどの都市で550ミ、mm、リメートル未満であり、夏の最高気温と、冬と年始の最低気温にはっきりと違いが見られる。しかし、比較すると高い位置にある、 周辺地域では合計降水量が550ミ、mm、リメートルとあまり差がない。その原因としては標高に大差がないことが挙げられる。シュプレーバルト周辺で標高が100メートルを超えるのは例外的である。西部に位置するクラウスニッカーベルでは最高でも標高が144メートルと雨陰となるには小さい。その上、オーバーシュプレーバルトに位置する バールーと原ーダには、西北西から東南東に走っている。これは、降水地域が数多く連続する地域と重なり、そのため雨影ほとんど形成されることがない。多くの自然河川と人口の運河の総延長は 970km 以上となる。ベンド人のシュプレーバルトの衣装、1948年頃、総面積3 1 7 3 k ル。 うち、農村地域およそ2 8 0 0トル、人口およそ28万5000人。うち、農村地域およそ10万3000人人口密度84.9人、軽平方メートル。うち、農村地域およそ37人、軽平方メートル水路を使った、郵便配達、レーデ郵便は、4月から10月までリュベナウでは、レーデ地区まで水路を使って配達される。 配達員は黄色の郵便小舟を使用するが、船外機ではなく、水竿を使って船を進める。竿は西洋と練り湖製で、長さは4メートル以上、外見は非常に細身の貝に似ている。竿が刺さって抜けなくなるか、折れる危険があるため、各船には少なくとも1本以上の予備が積まれている。シュプレーバルトは観光地として、また自然、有機農業産品で、 ドイツ全国でその名を知られている。そのためシュプレーバルトの範囲を確定するのは、観光と経済の分野では地理に比べて非常に難しいものとなっている。著名度があり、またこれがもたらす利益のために、観光、経済分野でのシュプレーバルトは自然領域としての本来のシュプレーバルトの境界から離れていく一方である。特のこの地方の食品産業向けに、 シュプレーバルト経済圏が創設されたが、これは本来のシュプレーバルトよりもはるかに広くなっている。この経済圏は EU 域内で地理的表示として保護されている。保護の導入以前には食品のシュプレーバルトの表示をめぐって訴訟が繰り返されてきた。いわゆるキュウリ戦争は人々の地獄を集めた。観光小舟は特に以下の場所から発着している。 九百三十三年には六万千人が小舟を利用している。九百五十年頃の利用客は四十万人を数え、九百七十五年までには百五十万人増加したが、うち二十パーセントは当時の国外からであった。九百八十年代中頃には年間およそ三百万人と最高記録を達成したが、二千十八年ではほぼ百万人と、 なっている。鉄ャドによる害にさらされるシュプレーガは、シュプレーバルト上流のシュプレンベルクシュプレーバルトに生息する動植物は1万8000種にも上る。1991年にはユネスコから生物圏保護区に登録されている。830種の鳥類、113種の貝類、カタツムリ、18種の両生類、爬虫類が確認されている。十八種のトンボ、 36種の魚類、45種の哺乳類、138種の繁殖鳥が数えられる。この多様性は、生物圏保護区内に、多彩なビオトープタイプが存在するためである。この他にも様々な森林生態系が存在し、コウノトリツルオジロワシの栄像地となっている。明け立ちに生息する生物は、草原、畑、柳の木、果樹に見られる。タシギや 大尺死にといった湿地の野鳥、古い木の穴に巣を作る八頭、また、シコ港も見られる。シュプレーバルトは、特に、ラウジッツカッタン最高区からの汚染物質の流入で、危機にさらされている。カッタン露天候で、水酸化鉄を洗い流すが、そのため、毎日数トンの鉄砂とスラッジが、シュプレー川や他の水域に流れ込み、河川の動植物を毒しつつある。 また、硫酸塩の含有度も高い。被害を受けた川の中でも特に、ブードリッツ川は、死の川となっている。アーカイブド2011年7月18日アット、ザウェーバックマシン、ツアーフラスジアシクトデアスプリー、ハットインフォメーションズデンボディニージルシャフトンギブット、エスアウフデンインターネッイトンデランデスサムッツフィア、ベアコブを、ジーオリジーウントロストフデランディス、ブランデンブルグオンラインハット、 ザテンアオス M、ヘンドル、ダスクライマー、イン、エイチ・ブレイマー、M ヘンドル、J ・マルシネク、B ・ニッツ、ケールス・ホルズ、S、スラボーダ、フィッシャ・ゲイグロフィ・メキロンバーグ・ホーポーマーン、ブランデンブルグ、ザックセン・アンハルト、ザックセン、トワリングン、ゴタ1991、ISBN3 から730108859、ダイポストコムとバース・バッサー。 ダイベルト、2015年5月30日閲覧。アーカイブド2008年4月21日アット、ザ・ウェーバック・マシン、ゴールセンに所在する企業の旧サイトハット J、RGR メトック、DDR、エディル・ヒンターム・トダ・ストライファン、デア・スピーン・ル・ハット、タロー・ワンダーをかかってストラフィー・イム・シュプリー・バルト、ノーティン・ザッツ・ゲー・現代・ブラウナ・ブルーは、イン。 スピーゲルオンライン10エイプリル2013アブジェローハン AM10 エイプリル2013ありがとうございます